うまいうまいうまいねうまいねすげえ一曲下手だからこれ取らなくていいから取らなくていいからさっき思いっきりガチシャンクして当てられそうになったけど死ぬかと思ったたまずこの OB に消えてったからあそこに突き刺さっているうまっうまくねえよちょっとお前の3度がいいんじゃないかして カットしてね腕ですか腕ですポイントはやってみよう俺の3度で腕ですよポイントはどうやってやったらうまくいくのベースをまずめっちゃ開く歯が浮くぐらいもうこっち向いてるぐらい後ろ向いちゃうぐらい開きますやばくねそれめちゃめちゃハンドダウンめちゃめちゃハンドダウンでもう下に叩きつけるなるほどね感じじゃあもう一回そのウェッジダメだなダメだろそのウェッジダメだなダメってこれ重いよねそれなんかバランスがありすぎるああ跳ねちゃう跳ねちゃうバランスがないやつじゃないでもいいですよこれ翔子めっちゃ持ってきて持ってこう何やどわかんないけどめっちゃ巻いてんだよねあ巻いた行きますダメやおお。回してます回してすげえ。なんであとはあこっちで拾うやつだこうやってあできますおお惜しい微妙に最初失敗していくんおーうまいドヤ顔ドヤ顔です他はあとはウェッジでさ、これできるこれ、これウェッジじゃないドライバーじゃないとできないあとあと何があるかなこういうやつかうんまた抜き、リフティングうまうまいね余裕おーすげえ。あおーし。あーね。リフティングのコツは？リフティングのコツ。ボールを、うん。芯で捉えることですね。芯でね。芯で捉えると、まっすぐ跳ね返ってくる。まっすぐ返ってくるんで、先っちょとか当たっちゃうと、うん。球が全然返ってこなくて。跳ねないんだ。跳ねない。なるほど。真ん中にずっと当て続けることが大事です。無限にできる？左やると、左やった方が簡単かも、こうやって。ちょっと見た目ダサいな。そうやってやってる人あんまいない。これ止めるやつはでも膝使った方が簡単。でも止めるのはね、そうね。剣玉と一緒だね。そう。剣玉は膝使った方が簡単じゃないですか。膝使わない方ができそう。いいね。練習した後で。あれは？ミクムさんがよくやるやつ。シュッてこっちに乗せるやつ。これできない。あれできない。できない。あれすごすぎでしょ。あれやっぱ難しいよね。コツンとか。昔さ、キムくんがさ、こうやってやってさ、こっからさ、こっち側で。リフティング？一回さ。じゃあここで。こう。
こう、ここで一回。ポン。そうそうそう。やばいよね。惜しい惜しい、なんかできそうだった今。雰囲気でした。雰囲気、当たりそうだった。雰囲気でした。全然ダメ。いや、ダメだから、パプリカ踊って。惜しい。あ、開いた。え？開いた。開いちゃった？パプリカ、花が咲いた。声ちっちゃ。